皆さんこんにちは。北海道ヒグマチャンネルのクリエイターのてっちゃんです。ですね、本日山に設置してあったトレイルカメラを全部すべて回収してきました。もうヒグマの足跡もありませんし、ヒグマもほとんど冬眠してしまったんじゃないかと思ってます。それでですね、トレイルカメラっていっぱい検索するとすごい何十種類、もしかしたら100種類ぐらいあるかもしれないですけど、一体どれがいいんだろうって、まだ僕もよく分かってないんですけど、とりあえずここにあるトレイルカメラをちょっとだけ説明してみたいなと思ってます。ここでこの上2列で大きく分けると、この中国製の安物がこの下2列で、上がまあハイクカムとかブローニングですか、あとトレルっていうやつですね。僕がトレイルカメラを買うのに一番気をつけているのは、マイクロ SD カードを使うのではなくて SD カードを使うタイプのものを選んでます。 SD カードを使うタイプを好んでというか、マイクロ SD を使うタイプのトレイルカメラは買わないようにしてます。なぜかというと、まあ一番は交換しづらい。下に落としたりしたら、枯葉の中になんか落ちたりしたら、わけわかんない。探すのに大変な目に遭うので、マイクロ SD を使うタイプのトレイルカメラは買わないようにしてます。まあ GoPro ですけど、取り出しにくいじゃないですか。本当に。こんなちっちゃいし、いつヒグマ現れるかわかんないところで、もたもたしてられないので、交換するのに。だから、取り出しにくいし、入れづらいし、ので、山で定期的に交換するトレイルカメラに、本当はマイクロ SD カードは使わないでほしいなって思ってます。防犯カメラで、こう、上書きにして、何かあった時にだけ使うんだったらマイクロ SD でもいいかもしれないですけど、なのでマイクロ SD カードを使うタイプのトレイルカメラは僕は買いません。この2つがハイクカムというやつで、電池がこの通り12本タイプで、画質はいいですし、発色もいいし、本当に電池長持ちですし、おすすめのトレイルカメラです。ちょっと高いですけどね。で、こちらがブローニングの、これも3万5000、5、6000円したと思いますけど、これも割と画質はいいんですけど、ちょっと画角が狭いのが気に入らないのと、あ、夜間は20秒しか動画の長さが撮影できないという、そこが不満ではありますけど、こちらもブローニングなんですけど、こちら2万いくらぐらいですかね。これはちょっとですね、画質があまり良くないですね。もうこれもブローニングなんですけど、これが2万5000ぐらいで売ってるのかな。コマンドなんとかってやつですね。こちらがトレル20でってやつなんですけど、これはすっごい、この中では一番画質いいです。もう間違いなくナンバーワンです、画質。ただ映った映像に日時が表示されないのがちょっと気に入らないところではありますが、画質は本当にナンバーワンです、この中で。で、これがもう廃盤になって、廃盤というか生産中止になってるのか、もう売ってないんですけど、8900円ですごい割と安物にしては画質がいいし、夜もこんだけライトがついてるので、赤外線ライトが割と明るく映ります。これおすすめだったんですけども、もう売ってないですもんね、どこにも。こちらは全く見た目同じなんですけど、値段が1万6000円ぐらいしましたね。これこっちもこっちが8000、ほとんど変わんないです、正直言って。中身は変わんないけど、値段が倍ぐらい違うという、これは一体何なんでしょうね、本当に。でも今これは売ってると思いますけど、このタイプでもマイクロ SD があるので、本当分かりづらいので、もうネットショップとか見ても、マイクロ SD なのか SD カードなのかよく分からないサイトが結構あって、Amazon なんかだと、この商品を購入した後によく買われる商品とかって出てて、それでやっとそこにマイクロ SD が
出てて、あ、マイクロ SD を使うタイプだったのかというのが分かる程度で、もうちょっとね分かりやすく書いてほしいかなと思ってます。でこちらもう9800円ぐらいでしたかね、9000なんぼでしたね、9000円ぐらいでしたかね。これの同じ会社、延期用っていうんですか、延期用っていうんですか、よくわかんないですけども、なんですけど、どっちがいいかったらこっちがいいですね。やっぱりちょっとこれはノーグロータイプで、夜はあの暗いです、すごく暗いです。昼間の画質は割といいかなと思うんですけど、なんでこっち生産中止になっちゃったのかなと。でこちらがエイプマンっていうところのなんですけど、あんまり良くないですね。画質も悪いし、画角も狭いし、もう買わないですね多分。でこれは最近買ったばっかりなので、まだよく分かってないです。でも割といいんじゃないかなとは思いますけども、もうちょっと使ってからまたレビューするかもしれない。僕がトレイルカメラで一番気をつけてるのは、さっきも言ったように、マイクロ SD カードを使うタイプじゃなくて SD カードを使うタイプ、それと、やっぱり画質ですね。最初はどうでもよかったんですけど、ある程度は。でもやっぱりたくさん撮ったら、やっぱり綺麗な画質で残したいなと思って、やっぱり高いのを購入するようになって、やっぱこの辺は、いや、まあこれを除いて これらはいいですね。やっぱ画質はもっといい画質のがないのかなと、思ってるところです。それとあと夜の明るさですね。これなんかののまあ基本的にノーグロータイプは、あの赤く光ってるのが人間の目には見えないので、動物の目にも見えないと思うので、暗いですから、つって映った映像も暗いので、これとかこれはやっぱり暗いです。本当に暗いです。なのでやっぱり僕は映像を撮りたいだけなので、明るい方がいいので、明るさで言えばこれかこれですね、夜の、これらもそうですけど明るい方ですけど、あとは電池が長く持つかとか、それはもう買ってみて使ってみないとわからないっていうところはありますよね。とにかくヒグマはすごい増えてますので、これからも来年もまたたくさん仕掛けてたくさん撮れたらいいなと。もうとにかく今年も何十頭映ったんでしょうね。もう映るヒグマが大体違いますからね、一箇所に仕掛けといっても。あのこの前あのハンターが鹿を引っ張ってたところは、同じヒグマが何回も映ったかもしれないですけども、本当にヒグマは増えました。なのでまた来年もたくさん仕掛けてたくさん撮りたいなと思ってます。これから冬の間は、今まで撮りためた映像がたくさん、まだ未公開な映像もたくさんあると思うので、そういうのを再編集、いろいろ編集したりして、総集編みたいなのをたくさんアップしていきたいなと思います。それでは皆さん、あの今後とも北海道ヒグマチャンネルをよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。